続きまして北海道ベースボールリーグ代表瀬谷雄太より開幕宣言です。皆さんこんにちは。どうもです。今日基本的に関係者の方々ばかりで、無観客の試合でのスタートということなので、ちょっと砕けた感じでお話しさせていただきたいと思います。でちょうど昨日なんかこう考え深く考える時間があったので、なんかもう考えることもずっとなかったので、ちょっと考えて一日いました。でそもそもこのリーグを始めるにあたって、本当にもうありえないぐらいいろんな人の協力があって、今この場ができていると思ってます。そもそもが今日もいらっしゃいますけど、岩井市の林さんが最初にきっかけをくれて、でその後に丸山さんとか、土屋課長とか岩井市の皆さんが町を起こすのにこの活動を活用していただけると、そういうお話をいただいて、と本当にこうその思いで時間がこの約2年ほどなんですけど、使って今この場ができています。こうやっていろんな人を巻き込んでいただいて、無観客なのに結構いますよね。なんか60人か70人か分かんないですけど、こんなにたくさんの人に集まっていただいて、本当は NG かもしれないんですけど、注目いただいているということに対して、本当に心から感謝申し上げますし、この野球というエネルギーを使ってみんなの夢や北海道の皆さんの元気になればなと思って、今日ここに立たせていただいていると思っています、はい。で、それで選手の皆さん、一言だけ。この独立リーグは皆さんも分かると思うんですけど、皆さんのためにあって、皆さんの次のステップだとか人生の一つのきっかけになればというふうに思ってあると思ってください。なのでぜひ毎試合毎試合、昨日よりも今日もしくは明日に向けて結果が出るようなチャレンジプレーを毎回期待したいです。いじらず自分の未来に対して全力で取り組んでもらって、一人でも多くのファンを獲得し、球場に一人でも多くお客さんが入ってくれるような温かいリーグにしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。あとこんなに報道陣の方が来ると思ってなかったので、皆さんは多分報道陣の方々は北海道初だとか日本初でやるとか、そういうインパクトもあって今日いるのかなとか思うんです。ラッキーだと思って、だって明日来ないじゃないですか、多分来ないんですよ。だけどもう一回見に行こうかなとか思わせてほしいんです。今日こんなにいっぱいいるんで、一人でもいいから来ちゃう方を一ヶ月後にもう一回見に来ようかなと思わせるような可能性を今日見せてもらえれば素敵だなと思うので、よろしくお願いします。では、北海道ベースボールリーグ2020年度開幕いたします。ありがとうございます。開幕戦、歴史的な一戦となりますけれども、勝利で上がりました。今の感想をお願いします。
第1戦を終えていかがでしょう。まず本当にこういう状況の中で野球ができたことに皆さんの協力があってできたことに感謝しています。まあ、こういう新しい北海道の新しい取り組みなので、どんどん皆さんに知っていただけるような、活動をどんどんしていきたいなというふうに思いますし、これを機にいろんな形で北海道の活性化につなげていければなと思います。一人一人がまだまだできることはたくさんあるだろうし、逆に言えばその一人でできない部分をどうやって補っていくかとか、その、まあ、調整だとかそういうのはいくらでもできるかなと思いますし、だから要するに自分たちのこの規模のレベルでもまだまだできることはたくさんあるなと思いました。